よし、できた。ということで、皆さん、こんばんは。はい、ということで、今からスタートします。福島ゆかのショールーム配信ということで、ちょっと今日、本当に申し訳ないです。最低でも12時に3回目の配信やりたかったなーって思ってたんですけど、ちょっと、いろいろとちょっと、キリのいいとこまで、やってたらこの時間になってしまってすいませんでした。遅いんですけど、まあでも寝ながら聞いてください。これはもう子守歌の配信だと思ってのんびり聞いてもらえたら嬉しいなっていうふうに思います。まあ皆さんからしたら朝やってくれた方がいいと思ったかもしれないんですけど、なんとなくユスは今日そもそもお昼に配信した時に夜まあ19時ぐらいにやって、その後ちょっと夜遅い時間にもやるぞって言ってたので、やはりこの時間にやろうと思ったのと、もし明日例えば朝6時とか7時にやるって言った時に、もしなんか本当にこのまんま起きなかったら大変なので、ちょっとこの時間ねちょっとやってみちゃったんですけど、皆さんすごいですね。夜更かしすぎません？最近私は12時半とかには寝るようにしてるので、今ユスにとってはすごい今夜更かしタイムって感じなんですけど、まあでもみんな本当にね半分寝ててください。半分以上寝てていいです。もう意識の10分の7ぐらいは寝てていいです。こうやってっていうね、すごい。ノリの人さん、本日の幸福島確率は100% だ。100% です。よろしくお願いします。私、ちょっとだけ寂しい気持ちです。突然。どうしたんですか、シロさん。いや、声が出ないけど。夜中、副交感神経になると声出なくなるんで、おなじみなんですけど。なんかどうしましょう。普通に、なんか寂しいっていうのは夜のセンチメンタルな気分ですか？それともなんか本当に寂しい出来事があったんですか？ぜひ。それともなんとなくですか？赤羽さんって朝めっちゃ早いのに、いや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 、無理しないでくださいね、本当に。やば、声が。ねえ、赤羽さん、ね、無理はせずに。でもありがとうございます、ご挨拶。宮坊さん、ゆしちゃん遅くまでお疲れ様です。ということで、お疲れ様です。ありがとうございます。まゆみさん、こんばんは。今日もお疲れ様でした。ということで、お疲れ様でした。ありがとうございます、見てくださって。なんかショールームについて調べたら、実はもっと夜中の2時ぐらいが結構見てくれる方が増えるよっていうまとめを見たんですよ。私なんか統計学みたいな、なんですけど、さすがに私多分2時までは起きてられないタイプの人間なので、まあ例えば2時に寝て8時に起きるはできると思うんです。6時間寝たら人って大体普通にいられるじゃないですか。でも、いや、ちょっと2時はなーって思って、今ちょっとこの時間に。まあでも自分もちょっといろいろなんかバタバタしちゃってっていうか、やることを終えてこの時間になっちゃったんで申し訳ないんですけど、まあなんか初めてさ、初めてじゃないですけど、この時間帯レアなんで、ちょっと初めて見てくれる方もいるかもしれないなっていうね、ちょっと出会いも大切にしながら行きたいと思います。通知で起こした方がいたら本当に謝ります。もう謝ることしかできません。いやー、水広さん深夜の石、水広さんも夜更かしさんですね。ありがとうございます。本当に来てくださって、お星様を投げてくださって、あ、シロさん、あ、もうなるほど、そうですよね。かなともさんの芸能界引退ってことで、もうそれね、昨日もちらっと、そう昨日知って、昨日ちょっと今日もか言ったんですけど、本当に元ジュースジュースのリーダーのね、金沢智子ちゃんが、昨日ですよね、昨日、まあ、日付変わったから一昨日かな、芸能界を引退ってことで、まあ、これからの自分の将来のこととか、あとこう体健康面とか考えて引退っていう発表されてて、それでね、宮本かりんちゃんのブログで私最初知ったんですよ。で、と思って見に行ったら本当だってなって、
まあすごいショックだったんですけど、私も寂しいし、私かりんちゃんが言ってた通り、その OG のメンバーとかと一緒にかなともちゃんが歌うとことか、もっともっと見たいとか聞いていきたい M ラインのライブとかさ期待してた分、いやー引退って言ったらもうねなんか歌とかシングルとか、うん、ライブとか聞く機会が多分あんまりない、あんまりっていうかないかと思ったら、やっぱすごく切ないなって気持ちになりました。うん、なんかでも本当にかなとも様は本当にこう堅実な方じゃないですか。もともとは公務員になりたいみたいにね、そういう目標があったりとかして、でキュートさんのポスターが欲しいがためにというか、いやわかんないですよ、でもね本人はそうおっしゃってるから、キュートさんのポスターという景品が欲しくて、あの応募したをそのね企画でオーディションというか、それで受かってジュースジュースのメンバーとしてデビューして、長らくメンバーグループを引っ張っていってって考えたらね、すごいなって、そのドラマチックな部分もすごい惹かれるんですけども、でもねいっぱい多分本当になんだろう、こうもうたくさん考えた結果ですもんね。私健康面とかね、その体の面とかもね加味すると、とにかく毎日元気で幸せでいてほしいなって我々はもう願うしかないですもんね。本当にノイニーさんこんばんは、ありがとうございます、よろしくお願いします。ミヤボンさんも夜更かしですね、いつ見ても可愛いすですねってことで、そんなことないですよ、夜中の私なんてなんかお化けみたいですよ、よろしくお願いします。自分が無理しない程度に配信してください。いやー、シローさんめっちゃ優しい、ありがとうございます。あの私が一番無理するのはお昼ぐらいの時です。お昼ご飯食べ終わった後が人生で一番眠いので、その時間が自分一番無理してんなって思いますもん。なんか眠さをこらえてる時って本当に私めっちゃなんか別に何も頑張ってないのに、ただ眠さこらえてるだけで頑張ってる頑張ってるって思っちゃうからね、すごい勘違いしてます。寝落ちしてハッと目覚める時間、え、赤羽さん寝落ちするんですね。なんか私なんか今日鳥天屋さんで寝落ちしたんですけど、なんかね、この時間にハッて目覚めるんだ、なんかちゃんと布団に入ってますかね。確か2時ぐらいまで配信してる人多いみたいです。そう、光弘さん、そういう人もね、それ調べてね、そんなに夜更かしできないって思いました。私だいたい前は本当に良くなくて、前ハンターハンターが始まって終わる時間まで起きてたってことは2時半とかまで、でももともと夜型ではないのであんまり、結構無理して2時半とかまで起きてた時期が半年ぐらい続いてたんですね、去年から今年の初めにかけて。でも本当それ自分の体に合わないなと思ってから1時半とかには寝るようにしてます。まあ別に1時間しか巻いてないですけどね、まあ今は今日はまだ別に眠くないんですけど、なんかねもともとそんなにたくさん寝ないでいいというか、寝すぎると頭痛くなるタイプなんで、なんかあのショートスリーパーもどきって言われますね。あんま寝ない方が頭がはっきりしてるタイプなんですけど、でも別になんかそれがいいとは言い切れないですもんね。まあ明日はユスはですね、明日はまあ8時半ぐらいに起きようかなって思ってます。3時になるとぱったり少なくなります。光弘さんは何時に寝てるんですか。そんなすごくないですか。アイドル以外に目標がなくなったらその時点で引退ですもんねってことで、まあなんかそのね、いろんなこう目標、そのアイドルさんの中にもアイドルさんというの時期が、例えばなんだろうな、ここで一区切りってなった後にこう芸能界に目標があるか、それともまた別の場所で目標があるかにもよると思うんですけど、そうですね、なんかそう考えるとなんか次に向けてとか、環境を変えたり新しくスタートっていう
そういう決断をできるってこと自体がまずすごく尊敬だなと思いますね。本当。今夜はユスネに配信を見るために覚醒いたしました。なんかほんとすいません。もっと早くいろいろできたらよかったのに。ちょっとすいませんでした。ありがとうございます。そうですね、みんなもなんか夜更かしか。いや、月曜から夜更かし。あ、じゃ木曜が、もう、え？あ、もう木曜日か。早いですね。でも明日はもうやること明確に決まってるから、明日明後日で全部やって、土日は23日から29日までね、100回ぐらい言ってますけど、すいません、100回は言ってないですけど、ショールームのイベントの企画の全部の全21回、この企画、このイベント期間の間、1日3回配信だからあるので、それの全部のこう企画の準備をもう土日で全部夜なべして仕上げようかなって思ってます。なんか前回、ウェザーニュースさんのこの このお天気の番組のイベントかさせてもらった時に、その21回分、結構最初はこう途中までこう前倒しでこう作ってバババってやってたんですけど、結局イベントとかリアルイベントを挟むと、なんか次の日の準備があんまり間に合わなくて、結果すごいですね、その期間は朝4時とか4時半とか、もうね、そうですね、5時ぐらいまでかかってた時もありましたね。1日3回配信だから3回分の企画を作るって時に、なんか「おはよん」とかめっちゃ見てましたもん。「おはよん」、あれ「おはよん」だよね。朝4時ぐらいからスタートする美人なアナウンサーの皆さんが出てる番組を見て、で私それをの途中、まあ5時ちょい前ぐらいに寝て、8時半に起きて編集部に行って、編集してお昼夜で配信するみたいな。そう、だからやっぱ編集部に行っちゃうと、もうその、なんだろう、これ個人的なことじゃないですか、これ、このね、企画の準備って。正直やっぱ業務中にはやっぱできないことなので、そっちに集中しちゃうと、やっぱその夜中にやるしかないなーってなってやってました。でもその時全然眠くなくて、やっぱ1週間このイベントだって言って集中してると、なんかすごいね、脳がそれこそ覚醒してるんですかね。全然眠くなかったです。なんか、集中。私にも集中力っていうスキルあったんだって、その時思いましたけど。星集め頑張るね。赤羽さん、本当にありがとうございます。ねえ、ちょっと、そう、一人でも多くの方に、私がこのね、ウェザーフォーキャストさんのイベントに出させてもらうんですけど、まあ出るってことをまず知ってもらったり、私の存在を知ってもらうことによって、こう少しでもこう星1個でも応援してほしいなっていうのが本音ですね。なんでまあ本当に毎日このイベントのことしか考えてないんじゃないかっていうぐらいドキドキしてます。これ本当私のすっごいこう、なんだろうな、最初にお天気にやっぱ興味持っていたのが、持ったのが高校の時なんですけど、高校生の時にとある番組のとあるコーナーをずっと追っていて、まあまあなんか番組名は出しませんが、それでなんかお天気、あ、でももっと遡るとやっぱちっちゃい時から私はお天気結構ほんと好きでしたね。外で遊ぶのがすごい好きだったから、そこからお天気を本当に事前に自分で天気図読めるようになりたいなーっていう思いが、小学校、あれは3、4年生の時ですかね、めちゃくちゃ外で遊びたい盛りの時に、そう思ってからお天気に興味を持って、私全然理系じゃないんですね、別に文系でもないとか、何系でもない女なんですけど、でも全然理系と真逆のところにいるんですけど、ただ理科は好きだったんですよ。だからやっぱそのなんか地学とかすごいいいなーって、なんかロマンあるなーと思って、まあやって好きだったんですけど、
だからね、なんかそういうちっちゃい時からこうお世話になってる番組とか見てる番組情報とか、そういう興味があることをね、なんかこう仕事を通して何かできたらすごい夢が一つ叶うなと思っていて、まあ私何度かこういうちょっとお天気系のオーディションはちょっと本当に落っこちているので、リアルに結構悔しい思いを、学生キャスターの時も、そうですね、学生キャスターも落ちたので そうですね、次こそちゃんとこういうね、なんか皆さんの力借りちゃうんですけど、そういうイベントで、なんか、あの時の自分の叶えられなかった夢をもう一回終えるのって、なかなかないことだなと思うので、頑張りたい、まずは。まずその1週間、自分の出せるものを全力で出したら、ね、いつも応援してくださってる方と、そして初めて見た方も、応援したいなーって、見たいなと思ってもらえるかもしれないなって、まあそう思わせられるぐらい頑張りたいなと思って、今回はそういったオーディションに参加させていただくことになったわけなんです。だから本当に、欲を言えば、やっぱ1週間一緒になんか突き進んでほしいので、欠かさずチェックしてほしいです、ほんと。この1週間、毎日。23から29日までの、月曜日から日曜日までの間、やっぱこう、一緒に走ってほしいなって気持ちがいっぱいあります。ね。やめても人前に出る仕事してほしいですよねというファンの気持ち。ああ、そのグループとか、そうですね、アイドル活動っていう意味で、例えば卒業したとしても、こう何かこう、つながりを持って、ね、ファンの方と持てるようなお仕事とかね、例えばこう見てわかる、テレビこの番組に出てるとか、まあ、ライブ活動するとかいろいろあるんですけど、そうですね、あんまりなんかこう自分の場合、そのなんだろう、なんかセカンドキャリアみたいな、サードキャリア、セカンドキャリアみたいな、なんかそういうことについてとかって、なんかその区切りをつけて考えたことがないというか、なんか自分はそのアイドル活動をしてるんですけど、アイドル活動をなんか抜きで考えたことがないんですよ、一度も。なんかだから、なんかこの活動を特になんかここまでみたいな決めたいって一切思わないので、例えば私はこの活動をしつつも、でもきっと何かこう枝分かれしていったりとかして、まあでも今回もそうですよ、なんか普通にこのアイドルとまた違う枠のことにチャレンジしたりとか、過去自分が興味持ってたりとか、頑張りたい、挑戦したい、叶えたいって思ってたことをこう多く増やしていって、フィールドを広げていきたいっていう気持ちがあるので、今回もこうやってエントリーさせてもらってるので。なんかそういう、なんだろう、いろんなこう枝分かれした部分も見てほしいし、楽しませたいって私すごい今思いますけどね。ね、なんかでも区切るのも、私は区切れない人なので尊敬しますね。なんかこう一個こうやりきって次っていう風にいける方とかね、自分にないものたくさん持ってらっしゃるなって。光弘さん、僕ユスニャン支援隊に入隊します。本当にお願いします。いつも本当にありがとうございます。カルチンさん、こんばんユス。すっごい夜更かしですね、びっくりしました。よろしくお願いします。スガジーさん、こんばんは。夜遅いのにありがとうございます。お願いします。ヤッピーさんだ。お、こんばんは。ユスさんのショールーム初見ですってことで。本当にありがとうございます。こんな、今起きてるんですね。よろしくお願いします。たくさんこんばんユス。来てくれてありがとうございます。よろしくお願いします。あ、なあさん、こんにちはす。こんにちはす。夜更かし、よろしくお願いします。夜更かしついでに、かわいい場合とか言って。
何も言ってないのに勝手にカレー、いやカレーライスか、食べたいですけどねそれがちょっと聞いてほしい。なんか今日先輩になんかね洋服もらいました、スカートもらったんですよ。しかもタグがついてて、なんかちょっとゆかちゃん着ませんかって言って、あちょっと全然見えないか、今度着ますね、ちゃんと着て、タグがついたままの新品の、なんだろうこれ膝丈ぐらいのスカート、これはね青い、あネイビーのドット、なんか夏にめっちゃ可愛くないですか、ちょっとふわってしてる、ここがすごい可愛いスカートいただいちゃいました。いいのかな、なんかお礼しないと今度ね、可愛い爽やかなスカート、体質え、なんで帰っちゃうんですかつって、昨日は1時に寝て4時に起きた、え3時間しか寝てないの、それはちょっとさすがに私もあれや、あの止められない、うわスカートにが、な、画鋲刺さってる、無数に刺さってないです、びっくりしました、何事かと思ったら、これドットです、おしゃれな、かわいい。でね、もう一個スカートいただいちゃったんです、これもねいいのかな、もらっちゃって、よいしょ、これが、これも膝丈ぐらいですかね、これこれね、全部お花のレースなんです、可愛くないですかこの上品な感じ、めっちゃこれ、これね実物なんだろう、見てほしいよ、こういうなんかお嬢様みたいな、なんかアナウンサーっぽいからさ、私このオーディション絶対に勝って、このスカートを履いてお天気、なんかお天気キャスターっぽい上品な、めっちゃ嬉しいです、これ先輩がくれました、私にいいんでしょうか、似合うかな、似合いますように、なんかどっちもなんか爽やかな色で可愛くないですか、このどっちもネイビーなんですよ、そうこっちちょっと濃いネイビー、こっちちょっと青っぽいネイビー、よく見るとすごい可愛い、これ履いてちょっとほんと番組出たいんで、ちょっと絶対勝たんなんないわ、なんかすごいこういう活動を先輩応援してくださってて、すごい美人な方なんですけどね、めっちゃできる女みたいな私にない要素しか持ってない先輩、嬉しいです、こんなもらえるなんて、何をお返ししようかなって今ちょっと考えてました、せっかく洋服いただいちゃったからね、前もコートをくださって、結構冬の間着てて、冬ですね、真冬このコートかな、そう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 、だからすごいね嬉しかったです、先輩にちょっとじゃあこれ履けるように、でも私似合うか大丈夫かな、こんななんかお嬢様みたいな、でもなんか人ってね、あの着る洋服によってすごいこうやっぱテンションが上がったりとか、例えばできる女風な服着たらできる女になれるからいいんです、それで形からユースは入ることにしました、多分大丈夫な気がします、なんちゃって、なのでこのスカート履いてちょっと一生懸命ね、頑張りたいと思います。いや1時10分、あっという間、もう25分経っちゃったのか、あっちゅう間やね、あっちゅう間ですね、よいしょ、わわわ、いやエスちゃんできる女子ですよね、できない女子なんですけど、助けてほしいんですけど、どうやったらできる女になれるんですかね、これももう形から入るしかないんでしょうか、本当にできないの、何にも別に
できる女の基準は分からないですけど、いやでも普通にお仕事がパッパパッパできる人ですかね。サミンさん、初訪問ありがとうございます。よろしくお願いします。できるようになりたいお仕事、かっこいいみたいな。なんかね、私あんまり実は今まで漫画ってそんなに、ぐちゃぐちゃになっちゃった、漫画読まないでやってきちゃったタイプの人なんですけども、最近ね、その反動で漫画アプリってあるじゃないですか。それにちょっとハマってしまって、なんかすごいできる OL の 方が出てくる漫画を読んで、うわーみたいな、すごいなーって寝る前に読む楽しみができたんですよ。なんかすごいかっこいいみたいな。だからそれを読んでちょっと憧れの気持ちを貯めてます。よいしょ。だいたいそれがまあ1時半とかに読んで2時ぐらいに寝るみたいな。最近ちょっと遅いんですよね、寝る時間が。でもこの時間にどうなんだろう。まあ、さっきも言ったんですけど、2時ぐらいに結構見る方が多い、増えるよって言ったんですけど、本当にみんな2時まで起きてんですかね。私は2時まで起きてられないですよ、多分。イスニャンには激辛の才能があります。それだったらいいんですけど、ちょっとそれだったら頑張っちゃうんですけど、そうなりたいです。頑張りたいです。いや、でもね、明日8時半に起きるから、絶対に、2時には寝ます。2時に寝る。メイク落として2時に寝る。まあもう着替えてですね。僕は大体いつも2時に寝ます。終電で1時。遅いですね。お仕事お忙しいですね。あ、帰ってきてた頃の生活に慣れてしまった。2時。まあ次の日6時に起きないといけないとか言ったら無理ですけど、まあ、私8時半だから、いいんだ。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 ちょっと、8時半の写メお願いします。楽しみ。え？ え？とか言って、8時半に起きてそのまま写真は撮れないですよ。だって私すごいひどい顔で、この世の朝を迎えてるわけですから。いやー、でもなんかこの間、すごい、親に褒められたことがあって、久しぶりに。なんか、前の夜に、前夜にカツ丼を作っといたんですよ、ストックで。ストックカツ丼。して、次の日の朝、6時ぐらいに、そのカツ丼を温めて、朝から食べてたら、本当に、なんか、胃腸っていうのかな？なんか、内臓強いね、みたいな。昔から思ってたけど、そんな朝6時に起きて、速攻カツ丼、だって、起きて多分、起きて、うがいして、本当に私多分起きて2分以内にカツ丼を食べようとしてるんですよ。それだけ褒められました。すごいね、みたいな。どんなものでも、どんな状況でも、朝ごはんだけは食べられるじゃんって言われて、まあね、と思いました。その素敵な服も似合うはず、激顔だから。ちょっと、明日履こうかな。明日でちょっと急すぎますかね。今はそんなに忙しくないけど、生活が変わりません。おー、めっちゃでもね、無理しないでほしいですけどね。その頃6時まで起きてました。6時まで起きてって、普通にぶっ倒れちゃいますよ、そんな。私だったら半日でね、プスってなります。もうぶっ倒れます。あ、ミニアさん、こんにちは。ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、でもね、
そうね。でも私このあと夕ご飯もう一回食べようかなって企んでますもん。なんかお腹すくんですよね、普通に。しかも今日私あの川口春奈ちゃんが好きって前も言ったと思うんですけどね、あの女優さんの中で川口春奈ちゃんの顔もうほんと顔もキャラも好きだなと思ってて、で春奈ちゃんが久しぶりに YouTube アップされてて、なんかご飯を作って食べてるやつとかいつも楽しみにしてるんですよ。で私も最近 YouTube そのものを見てなかったんで、はるなちゃんが新しいのあげてるゴールデンウィークにと思ってそれを見ながらご飯食べよっかなみたいに思ってました。今からみたいな、 だからダメって分かってるけど、でも食べちゃうんですよね。朝と夜は、朝と深夜、特に朝はもう起きて速攻食べるし、夜中も寝る前に速攻食べるから、これは本当内臓に負担かかってるから、良い子は真似しないでください。真似しないでください。では明日起きたてご飯食べ配信お願いしますねってことで。でもね、ちょっとどうですかね。私だって8時半に起きたら9時に配信始めたと、いやでもそしたらちょっと待って、いろんな意味で編集間に合わなくなるわ、編集のスタート時間に。すごい、いや2時に寝て6時に起きてたという話です。辛い、4時間はちょっときついな。4時間の日が3日まではいけるんですよ。3日連続 4時間睡眠はいけるんですけど、それ以降は多分無理ですね。シンプルにあの血圧が上がらずにこうなっちゃいましょう。ましょうだって。シゲルブラック、タキちゃんズさん初訪問ありがとうございます。今自分は唐揚げ食べてるのでゆすちゃんも食べてください。唐揚げ食べたいです。唐揚げフィッシュ&チップスとかも食べたいです、一緒に。なんか食べられちゃうかもって思うわ。うん、揚げ物とか夜中の食べ物だから、それはシューって食べちゃいます。もうご飯とかは食べたい。今食べたいもので言ったら、でも今日はお昼に鶏天食べたから、うん、鶏は結構食べたんですけど、今食べたいのはですね、フォンダンショコラが食べたいです今。フォンダンショコラ結構好きで、まあちっちゃい時からフォンダンショコラ好きなんですけど、今なんかめっちゃ濃厚な甘いものとか、ピザとかもいいですね。なんか今めっちゃ濃厚なものが食べたいです。そうですね、まあ揚げ物もいいでしょうって感じで、今一番フォンダンショコラと、あと耳までチーズが入ったピザが食べたいです。今交互に食べたいな、甘いしょっぱい甘いしょっぱいっつって、で幸せな気持ちでこうやって寝たいですね、こうやってシュッつって。食べたいな、フォンダンショコラ。フォンダンショコラってね、なんかカフェとかでしか食べられないじゃないですか。なかなかその売ってはいるんですけど、あでもケーキ屋さんに最近行ってないからですかね。とりあえずなんかスーパーのコーナーのスイーツコーナーにはフォンダンショコラはないので、フォンダンショコラ食べたいです。こうやってシュッてフォーク入れたら中からブワーって出てくるやつ食べたいですね。マジかよさん2度目の訪問ありがとうございます。フォンダンショコラ、それに生クリーム、甘くない生クリーム添えて食べたいです。美味しいべなみたいな、こうやって毎日こうやって妄想してるんですよ。あとねあれですよ、あのめっちゃ大きいマカロン食べたいです。なんかアメリカのマカロンって日本のマカロンと違くて平べったくてちょっとどら焼きチックな
マカロンなんですね。中がすっごい濃厚な、ゼリーじゃなくて、ジャム。ジャムとゼリーの間みたいな挟まってるんですよ。あれ食べたい。すんごい食べたい。あとクレープ食べたいですね。わーっていうぐらい。なんか最近インスタで クレープのメガ盛りの生クリームのクレープがあって、それ見てからもう食べたくてしょうがないんですよ。すごい、そのチョイス天才。あ、間違えてた。天才ですね。ってことで食べたいですね。まあ皆さん、もう、1時半になっちゃう。もう皆さん寝ますよね。初めて見てくださってる方も寝ちゃいますよね。私ももう寝る準備するんですけど、ちょっと鼻声になってきたし。鼻声ほんと嫌。ユスさんの元気の源は食なんですね。ってことで、食は物理的、なんていうんですか、体の元気の源なんですけど、心の元気の源はもっといっぱいありまして、もう大前提はもう一人でも多くの人にこうやって見て、コミュニケーションこうやってね、興味たく取ってもらって、元気もらってるのは一番の大前提なんですけど、あとはハロプロさん 名探偵コナン、そう、あなたとハロプロさんと名探偵コナンが心の元気の源です。まあ、あと友達とね、川行ったりとかさ、そうやって自然と触れ合うとか、そういうので元気もらってましたね。でも体の元気は、とにかく食ですよ。まあ、心も満たされてるんですけど、それで。うわーと思って。今、妄想しちゃうもんな。今さ、絶対だってクレープとかさ、作れないから、だからこそ、今こうやって妄想して満たされるんですよ、心が。食べたいな、みたいな。食べたいな。まあ夜中やからね。柿の種も食べたい。なんか今、ま、梅味の柿の種を丸飲みしたいです。柿の種で私噛まずに飲むタイプなんで。妄想が激しすぎますね。ってことで、妄想だけ食べていけるみたいな、こう、つって。僕の元気の源はユスニアの激辛サプリ。サプリ。ありがとうございます。ねえ、やばいわ。とにかくなんか妄想が止まらない夜です。でも絶対2時に寝ます。なので告知を、すごい髪の毛になっちゃった。最後にすると、すいません、毎日行っちゃってすいません、すいません。でももう本当に時間がないので、また告知しちゃうんですけども、こちらですね、東日本放送さん、宮城県のテレビ局の、ウェザーフォーキャストっていう、ちょっと発音よく言ってみた。フォーキャストってね、発音なんですよね。その天気予報。で、なんか、わざわざなんかその単語を、なんか、発音よく言う音声があって、なんか、ウェザー、フォーキャストって言ってたから、間違えてそう言っちゃう。間違ってないけど、フォーキャストが頭から離れないんですけど、その番組のお天気リポーターを決める、今回こういったオーディションに参加させていただくことになりました。もうこのオーディションを見つけた瞬間に、もう速攻私は絶対どんなことがあってもこのオーディションに勝ちたい。そして私はこの長年の夢を叶えたいんだっていう思いが、もう、なんだろう、もう情熱、燃えたぎる炎のごとく、それがね、こう浮かんできて、で、そこを、スタッフさんにも伝えて、これは本当にね、まあ、私が目指してきたものの中の一つだから、頑張ってくださいって言われて、無事にエントリーすることができました。何より、この東北枠ですよ。私はすごい、その東北の、
まあ、出身だから、で、今東北でも活動させていただいてるんですけど、やっぱりこの自分の地元で、その皆さんの生活に直結する情報を正しく、そして親しみやすくお届けしたいなっていうこの目標を、絶対どんなことがあっても叶えたいっていう気持ちで、今回は臨ませていただいております。前回のお天気キャスターのオーディションの時、ショールームで皆さんにたくさん応援いただいたけども、それを私は結果に結びつけることができなくて、それがずっと本当やっぱり心残りなまま、こう2月3月だったんですか、そのオーディションが。で、そこからやっとこういった、もう本当にやりたいオーディションにまた出会うことができたことは、まずすごく嬉しい気持ちでいっぱいです。KHB さんのこの番組に出させてもらって、そして私の今、まあ本当まだまだ未熟ですけど、勉強してることとかも活かしていきたいなっていう気持ちなので、どうか応援よろしくお願いします。東北枠で1位になることができたら、もう出演が確定になるんです。だから本当にすごい素晴らしい方々と戦うことになるのは重々承知なんですけども、やっぱり私は出演をまず決めたいです。で、最終審査に進めるんですね。その1位になるか、もしくは審査員特別賞に入ると、そのまま最終審査に行けるんですけど、そしたら自分の、今度は自分の力でオーディションに参加するから、その最終面談でどんなことがあってもグランプリを取って、メインのキャスターとしてその番組に絶対に出演したいので、どうか応援よろしくお願いします。もう本当にもうこればっかりは皆さんの力をばっかり借りちゃうんですけども、お願いします。この番組のこの企画はですね、イベント期間中の配信回数は1日3回、そして1日トータル2時間までなので、おそらく40分、40分、40分で行くかなっていう形ではあります。ただ、日によってちょっと変動があるかもしれないんですけど、基本的にあんまりこうペースを乱さないように、皆さんと一緒に突き進んでいきたいなっていうふうに思ってます。そうですね。すごい緊張してるんですけど、でも私が絶対にもう誰よりもって言ったらあれですけど、本当にもうこの出演したい、これを届けたい、自分が大好きなことを大好きな皆さんにこういうふうに伝えたいんだっていう明確な目標、そしてこう思い描いてきた夢があるから、私はもう一日も一分も弱気になることなく、このオーディションに全力で、強気で臨んでいきたいと思ってますので、そんな私なんですけど、皆さんには本当にもう毎日見てついてきてほしいですね。それが一番の本音です。1日3回配信あるんですけど、1回も見逃してほしくないです、本当に。ただ皆さんのスケジュールもあると思うので、そこの部分はあれなんですけども、でもやっぱりこう1位取るためには、皆さんのお星様とかカウントとか、本当にそれが、夢につながる第一歩の大きな力になっていきますので、どうか応援よろしくお願いします。柿の種もあるのであげますよ。本当ですか？パクパク。ごくごく飲んじゃいます。ゆすこおいさん、ありがとうございます。一緒に頑張りましょうということで、ね、お願いします。ぜひ、ルーム、まだフォローしてないよって方もしいらっしゃったら、ぜひフォローしてほしいですし、あと SNS も、フォローしてくれたらすごく嬉しいなって思っております。はい。そうですね。もう私の気持ちはもうここにね、もう今週からもう全部集中してぶつけていって、もう絶対に出演したいので頑張ります。一回一回の配信で企画も内容も変えて臨むので、皆さんにもう一番は楽しんでもらいたい、その気持ちが最高潮に強いので、絶対に皆さんの1日の2時間、トータル2時間無駄なものには絶対しないので、私このオーディションに全てをかけて頑張りますので、どうか応援と、そして拡散とかにもお力添えいただけたらすごくありがたいなっていうふうに思います。どうかよろしくお願いします。もう23日まであと4日になっちゃった。日付変わったから木金土日で、
ねえ、本当にドキドキしてます。本当にもうと思って、あと4日間一生懸命頑張って皆さんに PR じゃないですけど、こうやってこのイベントに参加するよって決意表明してね。マサルッチさん、お、初訪問ありがとうございます。嬉しいです。よろしくお願いします。ヤッピーさん、フォローしてくださったんですか？嬉しい。ありがとうございます。ルームのフォロー。すごい、おっきな力になります。嬉しい。本当に。ねえ。頑張るぞ。本当に。皆さんの応援を今までちゃんと1位っていう結果とか、そうですね、1位につなげられたことが本当に今まで1回もないんです、私。なので、本当に悔しさとか申し訳ないなっていう気持ちあってきたんですけども、次本当に自分が、本当に伝えたいこととかやりたいこと、せっかくこうやってイベント、素敵なイベントに出会えたからには、絶対に素敵な結果につなげますので、見てほしいですね。先生の授業楽しみですってことで。私も楽しみです。また皆さんと一緒に大好きなお天気の話を、お天気のって言ったらあれか、のんびりしちゃうね。お天気のお話を一緒にできることが嬉しいので、楽しみにしてます。ね。頑張ります。はい。ということで、結構夜更けになっちゃいましたが、皆さん、もう寝ますよね。私ももう寝る準備をそろそろしていこうかなっていうふうに思います。明日もできる限りしっかりとこう配信時間決めてやっていこうと思いますので、その時にはぜひ遊びに来てくれたら嬉しいなっていうふうに思います。で、皆さんフォローしてくれたりとかコメントとか、本当にいつもありがとうございます。引き続き一緒に突き進んでくれたら嬉しいので、どうかよろしくお願いします。そして夜遅くまで本当にありがとうございました。はい、ゆっくり休んで、そして木曜日って多分一番皆さん眠そうな曜日ですけど、どうですか？だってなんか週半分終わって疲れも溜まってる中なのにありがとうございます。でも明日も一緒に頑張っていきましょう。ということで、皆さん本当に今日はありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。